構ね、ゲームフリークって最初はポケモン出た時とかはさ、やっぱり任天堂のゲームって言われてきたので、はい、それはなるべくこう、なるべくっていうかゲームフリークをね、広めなければ、はい、という。まあそれなんかこの間社長と話しても社長も言ってて、やっぱ昔その作った制作会社あるのに、結局その販売する会社の名前だけは出ちゃっていて、やっぱりゲームフリークっていう会社が作ったんだよっていうのはどこかでやっぱりちゃんと表に言いたかったっていうのは思いとしてあったっていうのはずっとおっしゃってました。で特にポケモンなんてね、やっぱりどうしても任天堂ブランドっていう、そうそうそう、俺200人ぐらいに聞いたことある。ポケモンってどこが作ったと思いますかって言ったら、任天堂だと思う人はずっとほぼ 100%。 いまだに俺任天堂の人だと思われてる節もある。本当に親戚から任天堂のゲーム機安買えないかとか言われるんですけど。言われますね。任天堂じゃない。実家に帰ってる時にさ、親子連れの人がいて、子供があれあの人マサさんじゃないって言った時に、親が任天堂さんの人がこんなとこ来ないでしょって。親から見たら京都の人がこんなとこに来ないでしょみたいな。ぜひツイッターフォローしていただければって言いたくなるレベル。そうですね。なんかちゃんとね、会社のこととか発信したりとか、はい、なんか物を作った時に遊んでもらわないとゲームって俺の中では完成しないのよ。作って遊んでもらって楽しいって言ってもらえるのが一番ベスト。なんか料理作って自分で食べてるんじゃなくて、料理作ってみんなに食べてもらって美味しいって言ってもらうのが一番幸せになって思うんで、それでなんかツイッターとかもしらっと始めたんで